今日はグラチョラディマンツを作っていきたいと思います。今日はこのブラチョーラディマンゾ、薄く焼いたお肉、まあ、今回牛肉ですね、牛肉のブラチョーラですね。まあ、本当にこうイタリアでは、まあ、僕が住んでいるトスカーナでは本当にお肉をよく食べるっていう、まあ、いわゆる食習慣、まあ、肉食の文化が非常に多くあって、まあ、豚肉だったり例えば鶏肉だったり、まあ、本当にいろんなお肉をこうさっと焼いて食べるみたいな表現がかなと思うんですけど、重要なのはやはりこのちょっと赤身のお肉で、ちょっとこうお肉質がちょっと柔らかい感じで、まあ本当にこの薄く焼いたお肉をさっと焼いて、でそこにこの今回はオリーブオイルとこのハーブですよね、ローズマリーとセージ、よくこのやっぱりローズマリーノとサルビアはトスカーナではよく使うハーブで、まあ今回はもう本当にハーブとオリーブオイルだけで、で胡椒を振ってもう本当シンプルに作っていきたいと思います。はい、では作っていきますね。今日はこのブラチョーラディマンツを、まあ、ブラチョーラお肉ですよね、それに合わせてちょっともうローズマリー とセージをちょっと切って、ちょっとハーブオイルみたいな感じでやろうかなと思っていて、まあ、いわゆるこの赤身肉なのでいわゆる油分がそこまでないので、こういうそのハーブオイルとか、まあ、お好みをもちろんオリーブオイルだけど多いので美味しいですけど、ちょっとやってみようかなって感じですね。やはりこのトスカーナ、僕が住んでるフィレンツェではこのサルビアとローズマリーの、ローズマリーのセージですよね、が非常によくいろんな食材で使われるのでっていう意味合いもあります。まあ、ザクザクと細かく切って合わせてあげる感じですね。このハーブ系を切るときいつもお伝えしてるんですが、あまりこう繊維を潰さずにというか、しっかり断ち切ってあげるといいですよね。というのはやはりこの潰れちゃうとどんどん黒ずんできちゃうんですよね。なのでこうしっかり断ち切ってあげるとすごくいいと思います。こういう風に塩とハーブで合わせてとか、このハーブを例えばここにニンニクを入れて、それこそアリスタとか、まあ本当いろんなものに派生するんですよね。アニエロとかをこういうハーブで焼いたりしますし、やっぱり大きいと下に残るので、ある程度細かく切ってあげた方がいいかなと思います。はい、じゃあこの全部切ったハーブをこのちょっと小さいお皿に移して、ハーブオイルを作ってあげる感じですよね。しっかり油分が引き出してあげるといいかなと思います。はい、ではこのまま味を入れていきますね。はい、ではこのグリルパンをしっかり温度帯を上げて、まあ、しっかり熱くなってるのがいいですよね。ちなみにお肉はレンジに戻します。でしっかりここが温度帯が上がってかなり熱い状態でっていうのは、やはりこの肉の厚みがかなり薄いのでってことですよね。やはり温度帯が低いとなおかつここに表面に引っついちゃうんですよね。なので本当にかなり高温でしっかり熱い状態にしてあげてってことですね。はい、じゃあしっかりこのグリルパンの温度帯が上がって、もちろん焼き上がりがすぐ焼き上がるのでこれもしっかり温めておきます。では焼いていきますね。しっかり水分ドリップですよね、切ってあげるといいかなと思います。で温めていきますね。しっかり両面を焼いてあげる感じがいいですね。しっかり温度帯を上げて強い火で焼いてあげる感じかなと思います。ではお肉がだいぶ焼けてきて、しっかり両面を焼いてあげるといいかなと思います。でしっかり両面焼いた面から軽く塩をして
っかり火が入りすぎない温度でこのまま盛り付けていきますね。はい、では盛り付けていきます。お肉が返したらもうすぐ火が入るのでこのままお肉を盛り付けていきますね。でここに先ほどのこのハーブを置いて上からかけてあげて、まあ好みの感じでかけてあげたらいいかなと思います。で仕上げに黒胡椒ですね。はい、ではこれで完成です。いただきましょう、はい、ボナペティと。結構ね、こうどうしても肉、イタリアの肉っていうと熱く焼いたらもう、ね、ガーンってやるような肉なんだけど、うん、まあ、こういうスリムくらいも結構ね、うん、食べますよっていうところで、うん、うん、あ、このハーブオイルが、うん、うん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 、すっきり、うん、すっきり爽やか、うん、本当。いや、そしてこの何て言うのかな、もうやっぱこっちのね、うん、肉ってもう赤身、うん、その脂身とかね、うん、すごい少ないとかね、うんうん、だからこう本当に赤身の肉の味っていうのもあるよね。そうですね、意外と深いですよね、うん、こう噛む美味しさというか、うん、ああなるほど。薄切りの肉は薄切りの肉でやっぱり、うん、確かにこう美味しさがあるね、うん、こう赤なんかね、その本当に中がアルサングって言ってね、うん、こう、まあ、血が滴るようなって言って焼くようなね、うん、ステーキが、まあ、そこそこ焼いちゃったりステーキとかね、いろいろあるけど、この薄く焼いたのは、まあ、薄切り粉を焼いたら焼いたり、きちんとその肉のその、なんていうのかな、あの味の深みというのが、こんなに薄いんだけど、きちんと味あるんだけど、みたいなさ、そう感じるよね。確かに、やはりお肉の味が強い感じがしますね。ね、根本的に。だから意外とのハーブオイルがいい感じのバランスになるというか、うん、全然そのハーブとかオイルのにも当然負けてないんですよね。はいはいはい、確かに、うん、イメージとしてはね、うん、やっぱりビステッカとか厚切りの肉を食べてきて、うん、こうなんか気合がいいじゃん。確かに、ちょっとあの食べるぞみたいな、さあ行くぞみたいなとこありますよね、うん、ちょっとイベントみたいな、そうそう、なんか戦いに出るみたいな、はいはいはい、側面があるけど、うん、こういうなドラッチョラみたいなね、薄切りの肉みたいな、ちょっとなんかね、こうターキーパスタとか前菜とかプリモとかね、パスタとか食べたけど、ちょっとやっぱ肉も食べないかなみたいな、うんうんうん、時に非常にこういいというか、うん、うん、うんうんうん、あとやっぱこういうお肉になるとやっぱ、うん、フィレンツェで思うのはやっぱ間違いよ、お肉屋さんに行った時によく並んでて待ってたりすると、うん、前のいわゆるおばあ様というか飲んだから、うん、ちょっとお肉ちょっと切ってくれないみたいな、はいはい、どのぐらいの厚さとかそういうのを話しながらこうお肉屋さん切ってくれるんですよね、うん、じゃあどういう風に食べるの、いやもうさつやいて食べたいのよみたいなっていう光景がよくあって、確かに、でその部位ももちろんいろんな種類あるので、うん、そういうのをそのまじらいをお肉屋さんと話しながら切ってもらったり買ったりみたいな光景がやっぱこう目に浮かびますね、こういうの食べるとそうだね、はい、でも分かる分かる、味見さ日本とかだと肉を去って食べて実はあんまないかも、なんかまあいろいろこうね、うんうんうん、何かをすごい作ったりとか、うん、しかも大変な調理法あってもちろん結構すごくシンプルだと思うけど、はい、もうそれ以上にシンプルだ、確かに今日もそれこそ調理コース見てまたね一目瞭然だけど、ハーブオイル作らなかったら本当に1分で終わっちゃうまあ実はそうですね、やっぱあの特にトスカーナではやっぱこう、うん、お肉を焼くだけっていうメニューが非常に多いんですよね、うん、だからメニューいわゆるレストランとか行っても例えばグリディアとか、うん、もちろんアンダブラーチェとか炭とかそういう話になるんですけど、それはお肉の部位でメニューが載ってるみたいな感じはよくありますよね、うん、本当そう、うん、どういう具合だとね、焼くだけだよみたいなそう、焼くだけだよ、何焼きとか言う人ないよみたいな、うん、そういう感じはね、本当にすごくある感じはね、うんうん、いや、なんかね、不思議と薄切り肉なのに、うん、もう程よい満足感を感じさせてくれるから、いや、本当にこれね、なんか覚えておくといいなぁ、感じがすごいしますね。いやいや、
また面白い料理を。面白い、なんかすごい普通なんだけど面白い料理を。ありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。